野田総理大臣と自民党、谷垣総裁が対決したおとといの党首討論の直前に、参議院の委員会室で、小川法務大臣が、携帯電話で競馬サイトをチェックしていたことが明らかになりました。小川大臣は、党首討論の開始直前まで、あちらの閣僚席に座って、競馬の携帯サイトをチェックしていました。 党首討論では全閣僚が出席し、論戦を見守りますが、一足先に委員会室に入った。小川大臣は、携帯電話で競馬に関する情報の収集を始めました。これについて、小川大臣は、自らが馬主となっている競走馬の情報を見ていただけだと釈明しました。あの始まる前の,あの、空いてる時間がありました。確かにね。であの自分の馬に関して、えー、情報が。 まあ、状況はどうだったかというのを見たかもしれませんですね、まあ、待機している間で始まる前ですから、うんまあ、そんんなに意識ししておりませんでしたけど、はい、閣僚の資産公開によりますと、小川大臣は競走馬を2頭所有していて、去年も重賞レースに出走させていました。